どうも皆さんこんにちは、ジャクワスです。本日はですね、 JAL 空旅秋の夜空ブルームーンフライトということで、周遊フライトツアーがですね受付開始されておりますので、今回ねこちら解説やっていきたいというふうに思います。でですね、今回の周遊フライトはですね、公式サイトにはですねこのように書かれておりまして、ブルームーンとはということで、諸説ありますが1ヶ月の中で2度満月を迎えることだというふうに言われております。今年は10月に満月が2回あり、10月31日は2020年で地球から最も遠い満月ですということで、こちらね 2,3 年ごとに起きる現象であって、見るとね幸せになれるっていうふうにね言われているみたいなんですよね。でですね、今回のブルームーンフライトはですね、前回 JAL のね周遊フライトがこちらね電話で申し込みというふうになっておりまして、私ねちょっとね聞きたいことがあってですね、電話させていただいたわけなんですけども、まあ、全然ね繋がらなかったっていうね結果だったわけなんですけども、前回は先着っていうふうになってたわけなんですけども、今回からですね抽選っていうふうになりますんで、今からね参加されたいっていう方もですね間に合うっていうふうになりますんで、ぜひね参加してみてはいかがでしょうか。でですね、 ANA からこの周遊フライトっていうのは始まったわけなんですけども、 ANA の方はねもう2回ね周遊フライトね行われておりまして、2回目でもですね倍率が110倍ということで、かなりね人気なのが分かりますよね。でまたですね、 JAL の周遊フライトについてはですね、機内食のサービスがあったりとかですね、周遊フライト自体が3時間半ということで、長時間のねフライトっていう風になっております。 ANA の方はですね1時間半ということで、またね違ったね楽しみ方がねできるのではないのかなという風に思っております。それではね解説入っていきたいという風に思うんですけども、予約についてはですねもうすでに開始しております。で受付自体はですねウェブと電話ね両方でね受付されているっていった形になりまして、ウェブの方はですね10月11日の23時59分までっていう風になっております。またね電話の場合は11月の11日の6時までっていう風になっておりますんで、こちらの動画出ているのが10月の10日という風になっておりますんで、期間はねかなり短くなっておりますんで、もしね申し込みされる方はね早めに決断していただければなというふうに思います。で今回もですね電話受付があるということで、電話番号についてはですねちょっとね字幕出しておきますんで、そちらね利用してみていただけたらなというふうに思います。でこちらの電話に関してはですね、受付時間がね決まっているっていった形になりますんで、こちらね朝の9時半からですね夕方の6時までの受付っていうふうになっておりますんで、それ以外の時間帯に関してはですねウェブで申し込む必要がありますんで、こちらもね覚えておくようにしてください。で搭乗日に関しては10月の31日の土曜日、出発空港が成田空港というふうになっておりまして、周遊時間はですね3時間半という風になっております。で今回ね利用機材に関しては国際線機材ボーイング767-300っていう風になっておりまして、食事に関してはですね機内食のサービスがあるっていった形になりまして、最小最高人数っていうのがね決まっておりまして、135名という風になっておりますんで、まあねおそらくですけども、こちらもですねかなりの倍率になるかなというふうに個人的には思っておりますんで、おそらくこの135名ね超えないってことはねないのかなというふうに思っております。でですね、今回のブルームーン周遊フライトの特典についてなんですけども、前回のね JAL の周遊フライトはですね、機内食がハワイ路線のメニューをアレンジしたオリジナルメニューっていうふうになってたわけなんですけども、今回のブルームーン周遊フライトに関しては欧米路線のメニューをねアレンジしたオリジナルメニューがね楽しむことができるっていった形になっております。またねビジネスクラスに関してはちょっとね画像を出しておきますけども、洋食と和食とですね選択することができるっていった形になっております。ちょっとねエコノミークラスに関しては食事に関してはですね選ぶことができないんですけども、このようなね感じになっております。次にですね搭乗記念の贈呈ということで、ビジネスクラスに関してはイタリアのラグジュアリーブランドメトロとメゾンキツネとコラボレーションしたアメニキットがね2種類ねもらえるっていった感じになっております。またねエコノミークラスに関しては国際線ビジネスクラスでね提供されているメゾンキツネのアメニティキットがですねいただけるっていった形になっております。それでは当日の日程ですね、成田国際空港に14時半頃チェックイン予定というふうになっております。このね時間に関してはですね最終案内ね
また変更になるかもしれませんということですので、その点はね覚えておくようにしてください。次に16時頃に搭乗後出発というふうになっておりまして、3時間半の周遊フライト楽しんでいただいて、19時半にね成田到着解散っていった感じになっております。次にですね、周遊フライトのコースの紹介ですね。こちらはねコースがね2つ用意されているということで、西日本ルートと東北方面ルートですね分かれているわけなんですけども、どっちがね選択されるかっていうのはですね当日の天候などでね決められるということで、どちらにね選択されるかわからないっていう風になりますんで、前回ね JAL の周遊フライトね利用された方もですね2回目利用してもですねかなり楽しめるのではないのかなっていう風に思います。次にね座席ですね、クラスと場所によってね金額が設定されているという風になっておりまして、ちょっとね画像を出しておきますけども、ビジネスクラスの窓側が39,000円、通路側は33,000円という風になっておりまして、エコノミークラスはですねかなりね細かく設定されているわけなんですけども、窓側2席1名利用っていうねこういう料金も設定されておりまして、窓側2席をですね利用できるっていった料金設定になるわけなんですけども、一人でね参加される方もですねお隣さんがねいないっていった形になりますんで、気兼ねなくね利用できるのではないのかなっていうふうに思います。次にですね注意事項ですね、かなりね注意事項多いっていう風になりますんで、ちょっとね箇条書きにさせていただいておりますんで、ちょっと読み上げちゃいますね。今回ですね国際線で提供されているスリッパの提供はないっていった形になります。またね座席の指定はできませんし、座席の番号は当日の案内っていう風になっております。またねマスク着用は必須という風になっておりまして、こちら当日ですね37度5分以上ねある方は参加できないっていう風になっております。またですね食事以外の時はですねマスクの着用が必須っていう風になっておりますんで、こちらもね覚えておくようにしてください。でですねこちらの周遊フライトはですね、先ほども言いました通り最小最高人数がね決まっているっていった形になりますんで、まあ可能性はですねかなり低いかなというふうに思うんですけども、注意しの場合はですね連絡が来ますんで、この点もね覚えておくようにしてください。また GoTo トラベルキャンペーンは対象外っていう風になっておりまして、またね当日空港ラウンジはですね利用できないっていった形になっておりまして、手荷物に関してはですね機内持ち込みサイズが1個持ち込み可能っていう風になっておりますので、こちらね利用することはできるんですけども、手荷物のね預かりはないって形になりますんで、この点はね注意してください。またねこちらの周遊ツアーはフライトマイル、ツアーマイル、フライオンポイントの積算対象外っていう風になっておりまして、またね当日日本航空のねツアーの様子などの撮影が入ってですね、まあ、JAL のね紙面とかですねウェブで掲載される可能性がねあるっていった形になりますんで、この点はですね了承してからですね応募するようにいたしましょう。でですねこちらはですね本当に注意していただきたいんですけども、今回のこのブルームーンフライトの当選結果はですねメールではなくて電話で来る点っていうことなんですよね。ですので電話番号自体はですねちょっとテロップで出しておきますし、概要欄にもね貼っておきますので、こちらはですね10月の14日から10月の19日の18時までにですね連絡が来るっていった形になりまして、こちらの期間にですね連絡が取れなかった場合無効というふうになってしまいますんで、もしね応募される際はですねこちらの電話番号をねもう携帯電話に、ね、登録しといてもいいのかなっていうふうに思います。せっかくね当選したのにね無効になってしまったらですね本当に切ない思いをねするかなというふうに思いますんで、こちらね特に注意していただけたらなというふうに思います。またね今回のブルームーンフライトはですね有料にはなるわけなんですけども、機内 Wi-Fi がね利用できるっていった形になりますんで、もしね満月の写真がね綺麗に撮れたらですねすぐね SNS にねアップすることができますんで、まあ、利用したい方もね結構いらっしゃるのではないのかなというふうに思います。料金についてはですね JAL カード料金ということで、 JAL カードの場合は1時間 9.15 ドル、3時間の場合は 12.95 ドル、通常料金の場合ですね1時間 10.15 ドル、3時間 14.4 ドルということで利用することができます。で最後にですね支払い方法に関してですね、支払い方法はクレジットカード、銀行振込、JAL クーポン、クーポンレス決済がね可能というふうになっておりますんで、 JAL マイルねある程度貯めている方はですね保有しているマイルをですね JAL クーポンに交換してね利用することもできますので、もしねある程度 JAL マイルね保有されている方はですねこちらの決済方法をね利用してもいいのではないのかなっていうふうに思います。
いかがだったでしょうか。今回は JAL ブルームーンフライトツアーをですね解説させていただきましたけども、 JAL のね周遊フライトに関しては ANA と違ってね機内食が楽しめたりとかですね、周遊フライトもですね3時間半ということでかなりね堪能できるのではないのかなというふうに思います。またですね今回の利用機材ですね、国際線の機材っていう風になっておりますんで、ビジネスクラスの場合はですねフルフラットシートに利用できる JAL スカイスイート2というねシートという風になっておりますんで、空の旅もね楽しんでいただきたいんですけども、フルフラットシートもですねぜひね楽しんでいただけたらなという風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルはですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。